んにちは。で、この曲と後ろで見える通り、今回は、マーユの世界でサバイバル生活をしておりと思います。ほんで、目的は、普通にダイヤモンドをゲットするではなく、ピーチ姫を、ピーチ姫ちゃうわ、ピーチ城をぶち壊すのが目的です。はは！夢の国だ！で、マーユの世界でね、そんなことあるんですよ。この中に入れ？うい。ね、だからね、もう完璧にマップとか分かっております。で、マリオさんが後ろにいるでしょ？あれね、僕のおじいちゃんなんだよ。恋人を、イコールピーチ姫を助けるために、クリボーなどの命をいっぱい捨てながら助けようとするっていうね、犯罪者がね、いい人かね、分からない人なんですよ。うん。で、まずはね、普通のサバイバル生活みたいにね、口調が変ですね。で、まずはね、やっぱり、いるものと言ったら、あれでしょう。羊がいるんですよね。あ、でも、マリオの世界って言ってもあんまり遊んでないですよ。で、あとさ、動画10分って長い？わからない。僕は全然わからない。で、このね、場所にね、ノコノコがいっぱいいるんですよ。わからないけど。はい。あ、羊じゃねえか、こいつら。終わる時のブチって感じが面白いよね。じゃあ、早速火薬とか集めなきゃよね。でも、まずはやっぱり羊毛が必要だよね。真っ暗で何も見えないと思う。ちょ待って、死ぬって、これ助けて。どんだけ深くしてんねん、これもう、ま、死ぬってもう、はい、3、2、1、はい、ピーっていうことで、まあ、死にましたね。最初からっていうのが悲しいですね。ここどこやねん。ああ、屋根ね。はい。これね、カットしてるけど、だいたいもうこれだけでもう30万回ぐらいは死んでるかな。いや、マジで。これ何やろ。なんか板っぽいけどさ、何でしょうね。これは、詐欺台やって。いや、なスペイン語にしてるんですけど、うん、スペイン語でもいいでしょ、別に。別にいいよね。僕は別にいいと思ってます。やっぱり。まあ次の動画からちゃんと日本語に変えますんで、よろしくお願いします。いや。だよね。あ、これ。アスレの達人にこんなアスレなんてもう、ダセえ。はい。はい！おつー！カスやな。まあ、トムの格さ、まあ、いくらって大体あれでしょう？木を作ってから始まるよね。何やろ、これ。うわ、なんか攻撃してくる。何この謎の物体。茶色い謎の物。なんかね、腰で攻撃してくるような、さっきね。絶対これ買ってやる。なんなの生意気な、おいおい。イエーイ、はーい。おつー。はい、でことでね。まずは、ピーチ城の近くまで行ってみましょうか。はい、って、なんかさ、ピーチ姫でね、なんか行こうと思ったら、こんなん見つけたんですけど、ちょっとさ、これね、何かわからない。入ったことないんで、ちょ、やべ。あー、サボテンがいますね。あ、ラッキー。これでチェストが見れる。ありがとうございますよ、パークリさん。では、うわ、カル。暗いところでも見れるモードにしてるからね。白いのやつはめっちゃ明るく見えます。じゃんで、わ、すぐ、なんか矢が飛んできたようなぶつからなかったけど。いった。では、チェストの中には何が入ってるのでしょうか。あ、ちょっと待って、チェスト壊しちゃるわ、出るわ。レア品が入ってますね。腐った肉が入ってますね。とっても美味しそうです。ちょっと何の話しようかね、わからないですね。まあ、ピーチ城にやってきました。ここをね、将来破壊するんですね。じゃあどんな感じか見ていきましょう。じゃあ、はい、入っていきましょうね。普通。ここ入れんの？あ、入れへんわ。なんや、額縁か。
ここも入れんの？あ、ここは入れるんかい。で、ね。普通。マジで。で、これ、消えてんけど。まあ、ともかくね、青いベッド作るんでね、羊毛もらっていきまーす。ありがとう。でもさ、これさ、1日目なんだけどまだ、これ時間かけすぎだよね。まさかこの絵には入ったりしないよねって、YouTuber が言ってたよね。やっぱり、城を荒らしたいな、早く。早くパークリスさんとかをさ、倒して、火薬貯めて、壊せをしたいよね。ちょっと青いベッドを作るためにめっちゃ羊毛を取ってるんですけどね。はい。では今日はね、ピーチ姫のスカートの中で寝ようと思います。ちゃんとね、あれ、足とかがね、あるかどうかね、うわ、広っ！思ったより広いわ、これ。じゃあ、こんな広い空間で寝るんかな？すげえ。じゃあ、おやすみなさい。はは。で、はい。ダイヤモンドめっちゃ見つけました。で、それで言うことは、あれです。もう時間なくなってきたんでね、一日目取りすぎたから、もう、猛ダッシュで行きます。はい。ふぅー！はい、パークリさんがいっぱいいますね。はい、いきなり死にましたね。はーい。まあ僕は降参しないということで、すでに攻撃します。あ。ブルル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 殺しきれないな。何こいつ。何でもいいや。僕は最強だ。死ねるもんなら死んでみろ。あ、間違えた。あ、そうか。え、ちょ待って、どういうこと？死ねるもんなら死んでみろってカロンに言ったら、自分やったらダメですよね。死ねました。負けたな。まだ殺しきれない。はい。バイバーイ。はい、TNT もういっぱい集めましたね。このようにね、ほら。ポーですね。いやー、ポーだったんだね。TNT って。あ、マイクラではやっぱり TNT だけどね。これやったら、なんて言うんやろ。ポー？ポーそのままですね。まあ、このように TNT で世界中を埋めて、まあ、せめて内臓を壊そうと思います。よろしくお願いします。あ、出られねえ。じゃあさ、もうそろそろぎっしり埋めたことでいいよね。あー、帰りが遅くなった。この土管から出たらね、時間が遅くなるんだよね。じゃあ、ピーチ城に帰るか。あ、なんだこれは。多分、妻がつけた飾り付けだね。じゃあ、早速ピンポン押そう。ピンポーン。あー、こんにちは。うわ、飾り付けでぎっしりですね。はい、ちゃんとね、壊されてるところをね、見れるように、クリエイティブでしました。別に、ちゃんと内臓を見れるようにね。うわ、内臓はもう完璧に荒らされてますね。外から見たら、うわー、いまいち、屋根も全部ぶっ壊してほしかったなー。うわぁ、マジでいまいちやわ。まあいいや。まあ、いまいちだっていう結果が出たところで、そろそろ終わろうと思います。はい。では、ご視聴、ありがとうございました。イエーイ！よければ、チャンネル登録、高評価、コメントなど、お願いします。よろしくお願いします。では、See you！あ、死ねんかった。一番怖いわ。はい、では、バイバーイ。ちょ、マジ。
はい。はい。じゃあ、バイバーイ。